和歌山県白浜町チーターの赤ちゃんが元気に大きくなるという記事です。和歌山県白浜町のテーマパークアドベンチャーワールドで7月22日にチーターの赤ちゃんが生まれました。このテーマパークでは15年前にチーターが生まれてから久しぶりです。赤ちゃんはオスで、生まれた頃は重さが 780g でしたが、今は3倍の 2300g ぐらいになりました。今月に入って初めて肉を食べました。いつもボールで元気に遊んでいます。赤ちゃんはテーマパークの SNS で見ることができます。テーマパークの人は、チーターは子供を増やすことが難しいので本当に嬉しいです。公開できるようになったら見に来てほしいですと話しています。うん、ビデオ見ましたか？すごい可愛いんですよ。またゆっくり見てくださいね。じゃあ最初の文、和歌山県白浜町のテーマパークアドベンチャーワールドで7月22日にチーターの赤ちゃんが生まれました。はい、サブジェクトは何ですか？チーターの赤ちゃん、チーターの赤ちゃんがサブジェクト。バーブは生まれた、はい、生まれましたですね。はい、いつ？7月22日に、それからどこで？アドベンチャーワールドで、はい、アドベンチャーワールドって何ですか？前、テーマパークです。どこにある？和歌山県白浜町です。はい、一つの文にします。和歌山県白浜町のテーマパークアドベンチャーワールドで、場所7月22日に、時間、チーターの赤ちゃんがサブジェクト、生まれました、バーブ。はい、このテーマパークでは15年前にチーターが生まれてから久しぶりです。はい、このテーマパーク、はい、この一つ前だからこうを使うんですね。このテーマパーク、はい、すぐ近い、一番近いのこうを使いますね。この人、この番組、ここ、はい、あなたがいるところがここ、そこにあるからですね。すぐ近くだからですよ。こうを使います、のテーマパークね。で、15年前に生まれてから久しぶりです。はい、15年前から久しぶりだって言ってますね。久しぶり、はい、覚えてくださいね。久しぶりはよく使いますよ。どんな時に使いますか？久しぶり、そうだな。例えば私が今日本に帰りますそしたら友達みんなに言います。久しぶり久しぶり、はい、あのね、これね、ぶり、何々ぶりという言葉から来てます。はい、ぶり、何々ぶり。例えば安住さんが5年ぶりに日本に帰ります。そしたら5年ぶりです。5年ぶり、で、久しぶりってじゃあ何っていうと、久しい、これイアジェクティブなんですけど、はい、何年かな、わからない、でもかなり久しい、長い間かかりましたっていう時に、久しぶりといういいアジェクティブにぶりを足して久しぶりになるんですね。だからもし時間が分かってたら5年ぶり、5年ぶり、3年ぶり、あとは10年ぶりとかね。はい、例えば今年の東京オリンピックは5年ぶりに開催されましたね。4年じゃなくて5年ぶりでしたね。はい、あとはね、こんな使い方もします。この数学の問題を勉強するのは中学生ぶりだ、中学生ぶり。はい、こういうふうに名詞、中学生時代ってことですね、を使って中学生ぶりとかね、
そんな風にも言いますね。はい、ちょっと構造がねかっこよくないな。はい、こうしよう。うん、ブリ、いろんなブリがあるので注目してみてください。はい、久しいっていうのはあんまりいいアジェクティブ使わないけど、実はいいアジェクティブから来てるっていうね。はい、次行きましょう。次はなんだ。うん、あ、赤ちゃん、あのね、前にあの私今Let's Learn Japanese from Zero というプログラムをしてるんですけど、そこで質問があったんですね。ちゃんっていつ使うの？はい、でこれはね、いろんな説があるんだけど、もういろんな説明ができますよ。うん、ちゃん、はい、それからさん、あずみさん、はい、それからさま、はい、簡単にね、そんなに長く喋れないから言うよ。普通のポライトの表現は3でいいですね。でも何かね、スイートな感じ、例えば小さい女の子とか小さい男の子、子供、スイートですねそういう時はちゃんを使います。でアメリカに行った時はよくね、スイーティースイーティーってよくみんなが言ってるのを聞いたり、たまに私も言われたりしたんだけど、スイーティーって。あとはお父さんがね、あの子供に言ったりしますね。女の子とか特にスイーティー、はい、こういうの全部ちゃんとすごく似てます、はい、だから赤ちゃんもスイートでしょ、ベイビーはいつもスイートでしょ、だから赤ちゃんです。絶対に赤さんと言いませんよ絶対に赤様と言いません。はい、様は他にどんなことに使いますか？この前勉強しましたね、お客様とかね、ごちそう様とかね、はい、あとは神様ね、もちろん。はい、じゃあ次、赤ちゃん、はい、スイートですから、赤ちゃんはオスで、生まれた頃は重さが 780g でしたが、今は3倍の 2300g ぐらいになりました。はい、2つの文がつながってます。赤ちゃんはオスです。うん、赤ちゃんはオスだ。はい、オスっていうのは何ですか？動物の男性にあたるもの。はい、男なんですね。はい、男性っていうのは人間の言い方で、動物の時はオスと言います。オス、じゃあオスの反対も勉強しておきますね、せっかくなんで。うん、何ですか？考えて。オスでしょ。オスの反対何だったかな。メスです。はい、じゃあもう一つ勉強します。動物はオスとメスなんですよ。はい、植物は、これは覚えなくていいよ。おばな、めばなとか、おかぶ、めかぶっていう風にね、おとめで使い分けるんです。それだけ覚えてください。おとめですよ。はい、おす、めす、おばな、めばな、おかぶ、めかぶ。はい、次はい、で後半、生まれた頃は重さが 780g でしたが、今は2300g ぐらいになりました。はい、これ比較しますね。 780g が 2300g になったです。で 780g はいつっていうと、生まれた頃ですね。はい、それを強調してます。生まれた頃は 780g、 今は 2300g。 はい、トピックパーティコですね。はい、それが780から2300だと3倍だよっていうことで、3倍の 2300g です。はい、ぐらい、大体ですね。あの、人によってはね、くらいっていう時がありますね。 2300g くらい、どっちも大丈夫。うん、今月に入って初めて肉を食べました。はい、誰が？はい、赤ちゃんがですね。はい、サブジェクト、赤ちゃんが、バーブ、食べました。はい、食べるんだからオブジェクトがいります。トランジティブバーブです。何を？はい、をパーティクを探してください。肉をです。はい、これが初めてなんです。うん、今まで食べたことがない、初めて。はい、初めて肉を食べました。これはいつですか？今月に入って。はい、
今月に入ってと今月にっていうのは一緒の意味です。ちょっと強調したいだけです。今月に初めてねって、強調するために今月に入って初めてねなんて言い方をしてるんですね。今月に入る、はい、こう線があってね、先月、今月、はい、だから先月から今月に入る、はい、次、いつもボールで元気に遊んでいます。誰が、はい、同じです。赤ちゃんが遊んでいる、はい、今も遊んでる、オンゴーイングですからテイルフォーム、遊んでいる、うん、はい、どんな風に元気に、はい、に元気、元気はね、元気な、なアジェクティブですけど、にをつけるとね、アドバーブにできます。だから元気に遊んでる、元気に遊ぶですね、はい、いつも遊んでます、はい、いつも遊んでるんですね、いいですね。次、赤ちゃんはテーマパークの SNS で見ることができます。はい、これサブジェクトは何ですか。これはね、ピーポーですね。みんなは、あなたは赤ちゃんを見ることができるよ、はい、赤ちゃんは見ることができます、はい、トピックだからトピックパールコはを使ってるだけです。あなたは赤ちゃんを見ることができます、これがあの普通のストラクチャーですね、はい、つまり何が言いたいの。赤ちゃんはテーマパークで見ることができない、赤ちゃんはテーマパークの SNS でしか見ることができないんですね、はい、で、これはあの means ですね、方法、手段、 SNS 何でしたか、書いてないけどソーシャルメディアでしたね、うん、テーマパークの人はチーターは子供を増やすことが難しいので本当に嬉しいです、はい、公開できるようになったら見に来てほしいですと話しています、はい、テーマパークの人は話していますの内容が鍵括弧ね、はい、1つ目、チーターは子供を増やすことが難しいので本当に嬉しい、はい、本当に嬉しい、何が嬉しいんですか。赤ちゃんが生まれたことが本当に嬉しいんです。どうしてですか。何々なので、理由その前、子供を増やすことが難しい、はい、増やす、ここにはこう書いてありますね、多くする、はい、つまりチーターはお母さんが産むんですね。チーターのお母さんがチーターの子供を産みます。でもテーマパークの中ですから人間が世話をする、だからお母さんが子供を産むというだけじゃなくて、テーマパークの人が子供を増やすと言ってるんです、うん、そのテーマパークの人も一緒に協力しないと子供は増えないというか、テーマパークの人が協力していることを表してるんですね。子供を増やすことが難しい、うん、チーターは子供が産めます、もちろん、でもテーマパークにいるチーターの子供を増やす、テーマパークの人がチーターの子供を増やすのは難しいって言ってるんですね、はい、増やす、もともとの場合は何ですか。増えるですね、はい、イントランジティブですね、はい、じゃなくて自分でそれをすることね、トランジティブ、チーターを増やす、はい、増える、イントランジティブ、あなたがそれをするとき、増やす、トランジティブ、はい、というわけで公開できるようになったら見に来てほしいです、はい、私は何々してほしい、あなたにしてほしいです、何をしてほしい、見に来て、見に来てください、和歌山県に来てくださいって言ってます、はい、そうだな、公開できるように、公開するっていうのはみんなが見るってことです、みんなが見れるようになったら来てくださいと言ってるんですね。というわけで今日の記事は以上でしたよ。